東松山市、多義付近東松山市、毛塚付近、高坂駅前付近埼玉県道248号、石坂高坂停車乗船は、埼玉県匹郡鳩山町大和在石坂から、東松山市の高坂駅東口に至る、県道である。匹郡鳩山町石坂から、東松山市、高坂駅まで至る県道だが、石坂交差点、毛塚交差点と、 高坂駅周辺との中間地点のほとんどが国道407号との重複区間となるため、異なる二路線の道路をつなぎ合わせたようになっている。石井間橋付近の埼玉県道343号、岩戸の岩井線交点から高坂橋付近の国道407号、毛塚交差点に至る道で、おっぺ側に沿っており、堤防上の道路区間も存在する。 起点の石井真橋からはさらに、埼玉県道343号岩戸の岩井線が、オッペガ上流に向かって伸びており、諸山町方面から東県道を経由して、国道407号方面へアクセス道路となっているが、河川に沿っているため、平行道路に比べて比較的交差点が少ない。交差点手前の東部東線のガード部分は、高さメートル制限となっているため、 鳩山町側から来た場合、トイのくちばしの先で制限以上の車両は市道への迂回案内看板が設置されていれる。このガード付近は共和区間である。また、関越自動車道のガードは高さ4メートル制限となっている。東松山市と鳩山町の境界付近で振動への付け替え工事が行われていたが、2010年1月に開通した。 埼玉県道212号、岩戸の観音南と森線の高坂4丁目交差点から、高坂駅入口交差点は、国道407号9道だった区間である。高坂駅入口交差点から、北の国道407号9道は、埼玉県道344号校、坂上から古線となる。ありがとうございます。